結んで、歴史ともに実を結んで発展されることを心からご祈り申し上げて、お礼のご挨拶させていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。その話はもうこれからも続くとは思いますけれども、もう本当に。